ボディーパーツ下側、胴体部分を収納します。ウエストパーツ A、B を組み合わせ、先ほどの胴体部分に差し込みます。この時、ボディーパーツの後方のジョイントの向きが合っているか注意してください。合っていない場合は、合体パーツ A を使用して、向きを合わせてから進行してください。次にアーム A、レッグ A の変形です。アーム A の肩ジョイントを起こし、パーツを腕本体に押し込みます。続いてレッグ A の変形です。外側のパネル部分を開き、先ほどのアーム A を向きに注意して取り付けます。パネルを閉じたら準備完了です。反対側アーム B、レッグ B も向きに注意しながら同様に変形させていきます。組み立てたパーツ同士を組み合わせ、最初に組み立てた胴体パーツへ取り付けます。ショルダーパーツ A、B を向きに注意しながら取り付けます。最後に台車パーツを連結器が後ろに来るように取り付けたら、新幹線モードの完成です。合体パーツ ABC は組み合わせて車両の後方に取り付けておくことができます。E5 はやぶさ新カリオンモードの組み立て方。台車合体パーツを本体から取り外した状態から始めます。ショルダーパーツ A、B を取り外し、後方のパーツを上方向に取り外し、左右に分けます。続いて前方のパーツを変形させていきます。上側ハッチを前方に引き出します。この時、上方向へ展開しようとすると開きづらいので注意してください。開いたハッチの下側にあるハッチをさらに上方向に展開。このまま後方部分を下方向に下ろし、胴体を引き出します。上側のボディ部分は背中が当たるまでしっかりと起こしてください。下側のハッチを閉じ、シンカリオンの頭を回し正面に向けます。角部分を起こしたら胴体の準備が完了です。続いて腕の組み立てです。新幹線後方のパーツを使用します。後方左側レッグ A の側面パネルを開き、アーム A を取り外します。取り外したアーム A を変形させていきます。肩ジョイント部分を上に引き出し、肘の軸からパーツを回してこのようにします。向きを裏返し、肩ジョイント部分を画面のように回します。この時、肩になるジョイント部分の向きと手の向きが合っているか注意してください。ショルダーパーツ A を向きに注意して取り付けたら、右アームの完成です。反対側のアーム B、レッグ B も同様に変形させていきます。次に足の組み立てです。レッグ A の足を引き出します。次にパネル部分を外側に向けて畳みます。反対側、レッグ B の右足も同様に変形させます。両足、両腕を向きに注意し、シンカリオン本体へ取り付けたら、シンカリオンモードの完成です。エルダトレーラーの組み立て方。
フットアーマー A にレッグアーマー A を取り付け、タイアーマー A を上から取り付けます。続いてトレーラーショルダー A を位置に注意しながら取り付けます。反対側 B のパーツも同様に組み立てます。組み立てた左右のパーツを組み合わせ、前方部分の準備完了です。次にリアカーシールドに陸装セーバーを取り付けます。リアカーシールドの裏側に陸装ウィング A、B、フロントアーマーを向きに注意しながら取り付けます。最初に組み立てた前方部分にパーツを差し込んだら、ビークルモードの完成です。エフェクトパーツ AB は一つにまとめ、車両に載せておくことができます。また、エルダトレーラーはシンカリオンを載せて手転がし遊びができます。ビークル合体ホームの組み立て方。エルダトレーラーの後方部分を引き抜き、各パーツを取り外していきます。この時、外した車両パーツはこのように、取り付けていた方向にそれぞれ分けておいておくと分かりやすいです。シンカリオンの両腕を取り外します。シンカリオンの右腕パーツからショルダーを取り外し、先ほどばらしたトレーラーショルダー A を取り付けます。取り外したシンカリオンのショルダーを正面に上から取り付けます。後ろ側にトレーラーウィング A を取り付け、腕の準備が完了です。反対側の左腕も同様にパーツを組み合わせていきます。続いて足の準備です。レッグアーマー A の黒いパーツを前に倒し、シンカリオンの右足に取り付けていきます。続いて足の裏にフットアーマー A を向きに注意しながら取り付けていきます。反対側にも B のパーツを同様に取り付けていきます。フロントアーマーを取り付け、左右の向きに注意しながら、タイアーマー A と B を取り付けます。最初に組み立てた両腕を取り付けたら、シンカリオン本体の準備完了です。次に武器を装備させていきます。陸装セーバーにエフェクトパーツ A を差し込みます。続いて合体パーツ C にリアカーシールドを取り付けます。組み立てたパーツを両腕に取り付け、最後に両肩のウィング部分にエフェクトパーツ B を取り付けます。シンカリオン E5 はやぶさトレーラーフォームの完成です。